アンカーナノ2シリーズ、これまでいくつか分解してきていますが、今日は 65W 版を分解します。前置きとかなしにいきなり分解します。以前 45W 版を分解しています。 45W 版は分解するのに少し苦労しました。簡単に蓋の部分が外れるかと思ったんですが、全然取れません。結局ほとんど破壊するような形で分解しました。 45W 版は基板を4つ使うような立体構造になっていて、中身はかなりギチギチに詰まっている、そういった作りになっています。こちらの 65W 版も、まあ、分解には苦労します。これもほとんど破壊するような形で分解します。見えますか？プラグ部分を開けてみましたが、ピンク色のシリコーンがぎっしり入っています。シリコーンと基板が一体になってしまって、壁の内側に張り付いてしまっています。なかなか取れません。マイナスドライバーを入れてくっつきを剥がしています。これはすごいですね。あのケースの内側に回路が入ってるんですけど、その回路全体がシリコーンで固められてしまっています。これはおそらく放熱性を高くするためです。ケースの内側と発熱源である回路を密着させて、ケースの外側からよく放熱するようにしているのだと考えてます。前の動画でも話したんですけど、これ結構発熱するんですよ。76度、それくらい発熱してしまって、まあ、熱の逃げ場がないわけです。なのでこうしたシリコーンを中に詰めて、まあ、少しでも熱伝導性を高める、まあ、そういった狙いがあると思います。逆にこんだけ小さくしてしまったからこそ、まあ、熱の逃げ場がないわけですね。これは自然空冷ですし、ケースの表面積だけに頼って放熱するわけです。なのでここまで頑張って放熱する必要があるということでしょうか。っていうか、まあということでしょうね。これをきれいにします。シリコンだらけで何が何だか分かんないので、シリコンを全部取ります。このシリコン、普通のやつと違って結構弾力性がありますね。練り消しみたいな感じです。普通の白いシリコンあるじゃないですか、あれ結構もうボロボロに崩れちゃうんですけど、これは一つの塊にまとめられるくらい柔軟性があるというか、少し不思議ですね。これはさすがに指がベタベタになってしまうので手袋をつけて分解します。指でこすると結構ごっそり取れますね。指で取れるところをやったら、あとはピンセットで地道に取っていくしかないですね。これはめんどくせえ。ちょっといろいろ試行錯誤したんですけど、こういう固めのブラシでこすってあげるといいんじゃないかってことで、固めのブラシでこすると楽にシリコーンを除去できます。見てください、この通り綺麗になりました。これを少し見てほしいんですけど、中までもうぎっしりシリコンが入っているんですね。これシリコンを取り除くには完全に分解しないとダメですね。でこの基板自体の接続は立体構造になっていて、基板自体を差し込める端子みたいにしてます。でその空いている穴に基板を差し込んで、そしてハンダ付けをする、まあ、そういった構造になっています。反対側もそうです。この部分ハンダ付けできるようになっています。シリコン剥がしは一旦ここら辺で終了にして、基板自体をもっと分解していきます。この部分のハンダ付けをハンダごてで外すのはかなり難しそうです。なのでヒートガンで温めて取ってしまいます。やってるうちにこのヒートガンは使わないで、ハンダ吸い取り線を使ってやるのが一番効率がいいというのに気づきました。ハンダ吸い取り線をここに当てて、でハンダを溶かしながらこの基板を取るという作業をしました。まあ取れます。ハンダを除去している時に気づいたんですけど、ハンダごてをここに当てているんですけど、反対側の面まで熱が伝わってきて、本体がかなり熱くなっていました。ということはこの中に入っている部品や充填されているシリコンを伝って、基板を伝って熱が反対側に伝わっていったっていうことでしょうか。なかなか、お、取れた。取れました。見てください、やっぱり中までぎっしりシリコンが詰まっていました。
ピンク色のシリコン詰まってます。中までぎっしり。基板を見るには邪魔なんで取ってしまいます。先ほどのブラシを使って擦り落とします。ここまで中身に隙間なく充填するのってかなり難しいと思うんですけど、実際どうやってるんでしょうか。そこが一番気になっています。このように基板かなり綺麗にできました。相当歯ブラシで磨いたりしたので綺麗です。この部品は電解コンデンサー、縦に長いものが2つ、そして少し短めのものが2つ使われていました。それぞれ基板にハンダ付けされていました。温度はすべて105度です。こちらの基板についているこの部品、変圧器と言います。外側に銅箔が巻いてあります。これは外にノイズが漏れたりしないようにするためです。変圧器の形は少し平らな形をしています。変圧器から巻き線が出ていますが、その巻き線にはコアが入っています。これはインダクターの役割があります。この中に詰まっていたピンク色のシリコンなんですけど、かなりの量が入っていました。隙間なくかなりぎっしり詰められていたということになります。何グラム入っていたのか重さ測ってみます。バサーっと、相当入ってますね。見てください、 34g も入っていました。でアンカーナノ2 65W 版のカタログ上の重さは 112g です。それに比べてシリコンは 34.4g 入っています。ということは全体の重さの 30% がこのシリコンで占められていたということになります。結構使っていますねシリコン。まあでも 65W 版がちょっと重い理由が分かった気がします。中に 30g のシリコンが入っていれば、まあそれは重くなりますねっていう話ですね。まあ、なんでこんなシリコンを使ってるかっていうと、おそらく放熱性を高めるためですね。ご存知の通り本体かなり小さくなっています。でそこに発熱するものを詰め込むので、冷却的にはかなり厳しいはずです。放熱を少しでも楽にするために中にこういう風なシリコンを入れているわけです。でこれ多分放熱用のシリコンですよね。触った瞬間ひんやりしてますし、他の AC アダプターを分解した時に似たようなのが入っていたものを見たことがあります。ちなみに以前分解した 45W 版のナノ2は中にシリコンは特に入っていませんでした。ということは 45W 版は 65W 版に比べて少し放熱に余裕があるということでしょうか。逆に言うと 65W 版は放熱に余裕がなくて、中にこういったシリコンを入れないといけないくらい、まあ、放熱に余裕がない、まあ、そういったことでしょうね。今までいろいろな USB 充電器を分解してきましたが、ここまで中身に放熱用シリコンがぎっしりと詰まっている例はありませんでした。これが初です。回路を少し見ていきましょうか。基板は3つあります。この2つはメインの基板ではないです。これがメインの基板です。こちらの基板の裏面に、この部品が GAN トランジスタで、これがアクティブクランプ回路です。2つの部品どちらともパワーインテグレーションズというところから発売されています。アメリカの会社です。アクティブクランプ回路が付いていない通常のフライバックコンバーターだと 140V 近い直流の電圧を 5V に下げます。でその過程で通常電磁ノイズが発生します。アクティブクランプ回路を使ったアクティブフライバックコンバーターは通常のフライバックコンバーターと比べて電磁ノイズを少なくできる特徴があります。少し専門的な話になってしまいますが、この GAN トランジスタをソフトスイッチングできるからです。ソフトスイッチングすると電磁ノイズが少し減ります。あと変換の効率も少しだけ高くすることができます。アクティブクランプ回路を使ったアクティブフライバックコンバーターにはそういった特徴があります。アクティブクランプフライバック回路は1986年にアメリカで特許出願されています。つまり35年近く前の回路なわけです。その頃からこの回路の研究が本格的に始まりました。そして35年経ってようやく USB 充電器のような身近なところで使われるようになりました。35年かかってようやく一般人が使うようになったわけです。でこちらの基板には基板の製造年月日が書いてあります。この基板は2020年の11月28日に、設計か製造かは分かりませんが、少なくとも2020年の11月28日の段階で回路図は存在していたわけです。アンカーナノ2 65W 版、日本での発売日は2021年の7月後半です。つまり少なくとも9ヶ月前までにはアンカーナノ2の、まあ、そのプロジェクトがあったわけです。少し余談になりますが、この回路上で使われている2つの半導体、
両方ともパワーインテグレーションズから発売されています。 GaN トランジスタについては Enos Switch for Family というものが使われています。でアクティブクランプ回路については Clamp Zero と呼ばれるものが使われています。で実はこれのリリース日が2021年の5月後半です。基板の設計自体は2020年の11月26日にされているわけですから、つまり何が言いたいかっていうと、アンカーはパワーインテグレーションズの製品が正式にリリースされる前からこういうふうに設計製造をしているわけです。いろいろニュースリリースについて調べてみましたが、このガンチュランジスターについてはアンカーは独占パートナーになっているようでした。つまり発売初期はアンカー以外この製品は使えません。ということはアンカーは他社の製品から一歩リードしつつ新製品を発売できる、そういう環境にあったわけです。ということで今日はアンカーナノ265W 版を分解しました。感想ですが中身は結構予想外でしたね。こちらのピンク色の放熱用シリコンがぎっしり詰まっていたのが特に予想外でした。 USB 充電器の回路としてはこれまであまり使われてこなかったようなアクティブクランプフライバック回路というものが使われていると。結局アンカーっていうのはそういうチャレンジングなことをやっている会社なわけです。一応概要欄にリンク貼ってあるんで、もし気になる人がいたらそちらから購入してみてください。最後にもう一つ余談ですが、このアンカーガン2採用っていう、アンカー独自技術らしいんですけど、でこれについてどこが独自技術かっていうのは、正直言ってあまり分かりませんでした。一応専門家としてその点については指摘しておきます。ですけども商品のクオリティが高いことには間違いありません。